鈴木誠也、あかん、打点、誠也、今永、うおー。カブスの今永翔太投手が本拠でのパイレーツ戦に先発登板し、7回4安打無失点の快投を見せた。カブスの鈴木誠也も2番ライトで先発出場したが、4打数無安打に終わり、今永を援護することはできなかった。前日のパイレーツ戦、鈴木はベンチ入りした試合としては今季2度目の欠場となり、デッドボールの影響が心配されていた。この日無理をして出場したが、バットで今永を援護できない鈴木は守備で今永を力強く援護した。鈴木は4回の守備で右中間深くの打球をナイスキャッチ、今永をバックアップする好守備を見せた。これには今永もマウンド上で高く手を突き上げてミットを叩いて大興奮した。サンクス聖夜、外野は守備マンの選手が多い中でこういう打球を後にしてくれるのは今永めっちゃ嬉しいやろな。抜けてたら二塁打やからなめっちゃ嬉しいわな。今永のしまったっていう表情から鈴木誠也が取った後のよくやったっていう表情が素敵。今永、うひょー。誠也が一発打って今永に勝ちついてたら最高やったな。欠場明けやからしゃあない、しっかり直せ誠也。まあ今永はもちろん勝ちは欲しいだろうけど、自分の仕事を淡々とこなしている印象はあるな。今永と誠也って同い年、今永が30で誠也29やから今永パイセンやな。まあこの二人は上下関係とかないやろな。二人ともそんなん気にしなそうやん。今永は日本人が守備ついてくれたら嬉しいやろな。大谷山本コンビよりも今永鈴木コンビの方がなんか見てて気持ちいい。今永はキャッチャー変わってもあんまり投球も結果も変わらんよな。高めのフォーシーム、低めのスプリットが徹底している。この日はパイレッツが全員右打者並べて今永を攻略しようとしたけど完全ねじ伏せて使い合ったわ。能力チューン群もすごいんだろうけれど環境適応力がとにかくすごい。元から伸びがあったけど MLB 球でより伸び増してるのがやばい。半重力ボールを操る今永、あの壁ようなストレートの後のスプリットとか地面にめり込んで見えるんじゃないか。もし爆発炎上せず今の調子で防御率を 1.00 前後をうろつけたら MLB シーズン防御率ランキングトップ10、ほとんどが100年以上前の記録に割り込めるという夢。怪我だけ気をつけてくれ。防御率1位ならさいヤング賞いけるはず。管理人のつぶやき、日本人選手2人が同時出場したのに2人とも話題にする動画を出さないわけにはいかないと思い無理やりこのシーンを話題にしました。でも30球団もある中で1球団で日本人が同じプレーに絡み助け合い讃え合う姿は最高ですよね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。